ですかこの企画は、プリティ PUBG。 おー、なんですかじゃないんですよ。初めてみたいな言い方しました。本当にこれしかやってないと言っても過言ではないかもしれない。さあ、ということで早速本日、番組にお越しいただいている方々でございます。お願いいたします。あ、はい、スキンケア、そしてカロミー、カロミーのコスメが300万本も突破し、今や芸能界ナンバーワンのカリスマプロデューサーをさせていただいてます、誰ながら明美です。よろしくお願いします。すごい、肩書きが本当だから、すごい、はい、社長や社長。300万。さあ、そして埼玉の最終兵器、プリティ、私、渡辺美希。さあ、そして、はい、そして、大好きなアイドル、ニジマスが解散、昇進中プリティの私、森かすみです。あらー、ニジマスファンだったんですね。そうなんですよ。酒井ちゃん、はい、もうお分かりだと思いますけど、はいはいはい、はい、各界の今日はですね、トッププリティであるお三方が、はい、集まっていただきまして、最もプリティなのは一体誰なのか、それをもう決めているというシンプルな戦いでございます。なるほどな。まあ、あのバトルの勝敗、これ一切関係ございません。ほう、バトルが終了した時点で誰が一番プリティだったのか、なるほど、それだけが重要です。はー、はいはい、本日のチームはですね、酒井ちゃんと誰のがれ明美さんチーム、はい、VS みほちーと、はい、森アナチームで対戦してもらいます。はい、戦闘中のプリティ、とにかく可愛ければいいと、リアクションとか私が常に見ております、ね、なるほど。まあ、酒井ちゃんはその誰のがれさんのプリティを引き出してあげたりとか、引き出す男性ってことね、それ加点になります。任せてください、お願いします、はい、ちなみにあの皆さん、ちょっとやりやすくするように、うん、なんか設定みたいなのご用意しました。今回、はい、今回皆さんの関係性はですね、同じ会社の同僚ということで、会社の愚痴や噂話、プライベートなことまで何でも言い合える同期の社員ということで、なるほど、なるほど、はい、あ、仲良しだわ。プリティ出るかね、同期同士で。同期同士、逆になんかね、やってみればなんか、たまにちょこっと上司役で私来ますんで、ありがたい。そしたら上司にプリティしてください。明美、部屋入ろうって。あ、いいですよ。あっと、おらついてますね。おらついてる男が一人いますね。武器とか、武器とか、どこの部屋、そっちに行こう。痛い。逆向いて。逆、そうそう、こっち。これみほちー、何ですか。聞いた、あの、藤森先輩がね、彼女と別れたらしいよ。藤森先輩、別れたの。別れたらしい。マジか。あけみ、最近仕事どうなの。いい感じだよ。本当、嫌なことない。嫌なことない。なんかあったら聞いてね。お前でも結構上司と仲良くしてんじゃん。誰のがれ。お、やっほー。今日この後の食事でもどうだ。嬉しい、行きたい、うん、嬉しいです。特に予定ないのか。今日予定ないです。ああ、じゃあまた会社終わったら。嬉しい、うん、じゃあ後ほど。ありがとうございます。あ、先輩。なんだ。お疲れ様です。あ、お疲れ。俺何してるんですか、こんなとこで。いやいや、何って、今あの飯の約束してたんで。またすぐ部下誘って。まあ独身だからさ、俺もさ、いいだろ、そんぐらいお目に見てくれよ。男は全然誘ってくれないのに。違うんですよ、ここのやりとりいらないの。違う、男同士のやりとり絶対いらないのよ。それ先輩、今夜の予定ってどんな感じなんですか。ちなみに、あ、森、なんだ、森、あれか、仕事がまだ終わんないから何か見てほしいとか、そういうことか。いや、みほちと今日会う約束してて、うん、あ、なんだ、予定あんのか。は、あ、なんか3人で予約してたんですけど、ちょっと1人急遽来られなくなっちゃって。なんだお前、またそう、会計だけ俺にさせようって、そういう腹だろ、どうせ。ちょっとね、2人じゃつまんないし、誰誘うってなった時に、ね、先輩しかいないじゃないですか。もう俺行ってもいいのか、じゃあ。来てくれるんですか。邪魔じゃないか、こんなおじさんが。でも1人行って、来てくれないと泣いちゃう。かわいい。プリティ、うまい、うまいよ、D、プリティ D、うまいわ、この人たち。めっちゃうまい。普段からやってるな。普段からやってるな。あの、言ってる前にもう安全地帯今来てますから。やばいやばいやばい、アンチ外れた。アンチの中入ってください。怖い怖い。アンチ中入って。アンチ外れた。よいしょ
よいしょ。あ、そうそうそう、プリティプリティプリティ。よいしょ。いいよ、走る音がよいしょいいですよ。ついてこれてんの？ついてる、後ろにいる、後ろにいる。いる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 。なんで酒井ちゃんずっとオラついてんだ。つくしそう。バイク乗っちゃった。つくしそう。これ終わったらエスパス行こうよ。これ苦労してんだろうな、誰の悪さんな。発砲してみるとお互いの位置分かりますから、同時に発砲してみましょうか。あけび、せーの、せーの。銃持ってない。え、あけ銃持ってないの？ずっと捨て頃で言ってるじゃん。捨て頃で言ってる。嘘でしょ。同僚狩りに出ようかな。ん？同僚狩りに出よう。同僚狩り。行きなさい、行きなさい。ちあのね、あの、あけみ先輩が、はい、藤森先輩のこと気になってるらしいの。え、嘘。だから取られないように。あけみちょっと助けて。あけみ助けてくれ。あけみ、あけみ、こいつだ。こいつだ。あ、まあまあ、あ、担がれた。誰担いでんの？あけみ担いでんの？いや、俺が担がれてる。誰これ？これはね、あの、最も屈辱的なプレー。腹立つわ。敵が。え、どこ？あけみ、あけみ、なんか男いたよ。うるせえ。男連れてきた。あと歌った。終了。いやいやいや、素晴らしかった。やったー。さあ、これゲームにまず勝ったのは美穂チーム、森ちゃんチームでございました。強い。やったー。まあ、そしてね、やはり今日、まあ、プリティだったのはこちらも同じく森ちゃん、あー、みほちチームだ。やったー。ダメですか、タイミさんも良かったです。いや、良かったです。序盤良かったですけど、途中からね、なんかちょっとオラついたカップルに見えてきて、ね、そんなことないですよね。そんなことないよね。いや、誰のおがるさんっていうかね、どっちかというと彼氏が悪めだよ。彼氏のね、オラつきがね、すごい嫌だったんですよ、なんか。ということで、じゃあこれはもう誰のおがるさん、はい、代表してですね、カメラに向かって、うん、誰もが登録したくなるような可愛いチャンネル登録お願いしますを。お願いします。なるほど。プリティにね。せーの、チャンネル登録お願いします。いや、いらないな、酒井ちゃん。酒井はいらないわ、酒井は。登録解除されちゃう。解除減ってってる。はい、チャンネル登録お願いします。